さてお次のやり込みは新三国無双2や20分で無双モードノーセーブクリア。まずはオプション画面で難易度を難しいに設定。そして今回使用するキャラクターは攻撃力弓攻撃力ともに高いこの花公園。まずは戦闘準備で装備品を選ぶ。ここで重要なのがこの空中弓。これは弓の攻撃力をこのように大幅に上げてくれるアイテム。そしてこの新速符で移動速度を上げる。さらに連れていく護衛兵も弓兵8人というこだわりぶり。もちろん自分の武器はステージ開始の際に持つ矢20本のみ。矢20本で生き残るために必要なこと、それは無駄な戦闘は避け、クリアするために必要な武将のみを倒すということだ。そのため敵の出現位置をあらかじめ把握し、このように離れたところから狙う。さあよく狙いを定めて見事に命中。さらに2発目も連続してヒット。さああと1発なんですが、矢の本数の鍵にあるため慎重に狙って見事に打ち取る。打ち取った。またこのように混雑し狙いづらい状況でも一瞬のチャンスを見逃さずに矢を放つ。打ち取った。さらに余計な敵を倒さなければ先に進めないところは味方と護衛兵に任せて待つ。そしてこのやり込みで最も重要なこと、それは狙撃ポイントの確保。このような敵の死角となる場所を探してそこから狙う。また狙撃中に敵に邪魔された場合は一旦離れて敵を狙撃ポイントから遠ざける。そして再び狙撃ポイントへ戻り矢を撃ちまくる。この作戦で余裕で勝利。後半もこのように狙いやすい狙撃ポイントを見つけ出し大将のみを倒して進む。スコタチよ、あとは頼んだぞ。そしていよいよ最終ステージ。おめえらどっから来やがった。見られたからには死んでもらう。もちろんこの敵も無視して総大将を目指す。そしてついに総大将の劉備と対決。この玄徳が相手になろう。さすが最終ステージの総大将、かなりの強敵、苦戦を強いられる。うまく狙撃ポイントへ誘い矢を当てるものの、このように厳しい戦いが続く。そして劉備一人が前に来る絶好のチャンスが訪れる。しかしまさかの狙撃ミス、矢が前を行くこの兵士にヒット。さらに劉備に切られてしまい、まさに限界ギリギリ。しかし最後のチャンスが来ることを祈り待ち続ける。そしてついにその時が。まず一発ヒット、続いて2発目も見事ヒットし、ついにクリア。いやー本当に弓矢20本だけでクリアしちゃいましたよ。素晴らしい。